私の名前はハル。勉強が大嫌いな高校2年生。今日も授業をサボって友達と早退中。ねえ、そのまま帰ったら親にバレるし、このままファミレスで食べろよ。あ、ナイスアイディア。行こうぜ。私パフェ食べたい。勉強なんか私みたいなバカには理解できないし、授業に出るだけ無駄。せっかくの高校生活を友達とエンジョイした方がいいよね。そう思ってたんだけど。職員室。え、今なんて？だから次赤点取ったらお前留年な。なんでじゃねえよ。授業はサボりまくるわ。早退早退。珍しくいると思ったらよだれ垂らしてグースカピャー。そっかピャー。このまま進級させられるわけないだろうが。だからって私の普段のテストの点数知ってんの？全教科赤点、陰ではレッドガールと呼ばれてるな。わお、レッドガール。すごいな、戦隊ものならリーダーだ。嬉しくないわ。っていうか絶対無理、逆立ちしてて無理。終わりだ。先生、集めたプリントを持ってきました。おお、成田、悪いな。すみません、立ち聞きをしてしまったんですが、よければ僕が彼女に勉強を教えましょうか。え、それで勉強会をすることになった？うん、同じクラスで学級委員長の成田は学校でも一番の優等生。先生からも評価が高くて、いつも何かと仕事を任され頼られているやつだ。住む世界が違いすぎて今まで話したことがなかったはずだったんだけど。なんであいつがお前に勉強を教えるんだよ。学級委員長として当然のことですって言ってたけど。はぁ、あ、何それ。知らないよ。嫌だな。やあ、ハルさん、これから頑張ろうね。うわ、カジノの言ってた通り、なんか笑顔がキラキラしてる。苦手なタイプ。よろしく。勉強なう。ねえ、これ質問の意味からしてわかんないんだけど。そっか、かなり初歩的な問題だったはずなんだけど。でもこのレベルでよく2年生になれたね。逆にすごいよ。あったね、言わせておけば。おーい、ハル、王子様が迎えに来たぞ。早くバックレようぜ。さすがカジノ、王子様じゃないけど。じゃ、バイバイ。あ、ちょっと。それからというもの、私は勉強を教えてもらうという約束をすっぽかし続けた。成田が私に話しかけようとしても逃げる。成田が私のことを探し回っているという噂を聞いても逃げる。こうやってなんとか成田の目をかいくぐり続ける生活を送っていたある日のこと。ねえ、駅前にできた新しいタピオカ屋でタピろうよ。オッケー。あ、ちょっといいかな。いえ、成田に逃げ。はい、確保。にゃ、いや、ちょ、猫みたいに掴むな、バカ。助けて。連行先は空き教室です。にゃ、見てて。ちょっとあんたね、女子にこんなことして許されると。毎回ちょこまか逃げやがって。あんた、ごっくりか。え、逃亡するのにそれだけ頭が使えるのに、なんで勉強に使えない。ちょ、なんかキャラ違いません？は、お前みたいなやつの前で必要なんてないからな。あ、悪魔の笑み。さあ、覚悟しろよ。放課後の教室。よし、じゃあ早速勉強会始めるか。何これ、もう猫がぶりいいから、この隣のお花何よ。こうでもしないとすぐ逃げ出すだろう。そう、だから私はハルさんのお目付け役だよ。俺はその用心棒ってところかな。この子たちはクラスメートのアルトとカナデ。至って普通の生徒で、成田と仲良くしているところを何度か見たことがあったけれど。どうかした？正直、カナデって子は見るからに可憐で、か弱くて、
私が無理やり振りほどこうとしたらいつでも勝てるだろうなと思うけど、こんな可愛い子に乱暴できるわけないよなさ。あの悪魔みたいな笑い方、計画的犯行だ。しかし、なんでまた成田は勉強を教えるとか言い出したんだ。先生からの評価を上げるため。それ以外にある？グラグロのお前だからそんなことだと思った。ほら、さっさとその空っぽな頭を動かしなよ、おバカさん。うるさい。そして鬼で悪魔のような成田による地獄の勉強会の日々が始まった。最初は何にも分かんないし、嫌味ですぐ私のことをバカにしてくるし、嫌で嫌で放り出したくなったけど。なんでこんなのも分からないんだ、よく高校に入れたな。だって分かんないだもん。小学生でももうちょっとマシだぞ。毎日成田の話を聞いているうちに、少しずついろんなことが分かるようになってきた。成田は厳しいけれど、教え方が本当に分かりやすくて、いつしか私は夢中で成田の話を聞くようになった。そしていつしか無理やりじゃなくて自主的に勉強会に参加することになっていた。全問正解だね。本当？すごい、ハル、やったな。元のレベルが低いと成長が目に見えてわかるよね。一言多いのよ、あんたは。褒めてやったんだからありがたく受け取れよ。褒めるならもっと素直に褒めなさいよ。なんだか二人もすっかり仲良くなったね。ないない、全く全然1ミクロンもありえない。やめて、否定しすぎじゃない。むかつく。そして勉強会を重ねるうちに授業を聞くのも苦じゃなくなってきて、私は真面目に授業を受けるようになった。この後の授業サボってカラオケ行こうぜ。私授業出たいから。ちょっと、最近付き合い悪くない？俺らは何やったってダメなんだから、高校生活エンジョイしようぜ。今回のテストは本気で挑みたいの。こんな私に勉強を教えてくれる成田のために。つまんない。何マジになってんだよ、ウケる。カジノ、もう行こう。おいおいさー。さて、そろそろ帰るか。ごめん、私もうちょっとだけ残るね。そっか、無理だけはしないでね、ハルちゃん。ありがとう。うん、よし、ここも正解。じゃ、次はここの問題よ。まだやってんの？成田？帰ったんじゃなかったの？僕がいた方が勉強がはかどるだろう。成田って優しいよね、腹黒いけど。一言余計なんだけど。それはあんたじゃん、いつも私のことバカにしてさ。今はちゃんと努力して偉いと思ってる。ありがとう。ただし調子には乗るなよ、バカはすぐに油断するんだから。もうだからそれが一言多いのよ。何よ、調子に乗っちゃって。ちょっと痛い目見てもらう必要があるかしら。ねえ、もしもしカジノ、ちょっと面白いことしない？今日はいよいよテスト本番。どう言っても緊張する。でもきっと大丈夫、あんなに頑張ったんだもん。あれ、ハル、何かポケットから落としたよ。あ、ごめん。え、嘘。これってカンニングペーパーってやつ？え？おい、どういうことだ。テストは一時中断だ。いくら進級がかかってるからってこんなことしていいわけがないだろう。今まであんなに一生懸命やってきたのに。先生、それはハルさんのカンニングペーパーではありません。これを見てください。ハルさんが使っていた参考書です。筆跡が全然違います。確かに。それに僕見てたんです、ラムさんがそこの紙切れを床に落としてからハルさんに話しかけたのを。おいてめえ、言いがかりか。君、過去にもカンニングまがいのことをしてるよね、ラムと一緒に。なんでそのことを。今ここで僕がそのことを言ったら先生とここにいる生徒は信じるだろうね。バラされたくなかったらこれ以上春に近づくな、ゲス野郎。
クマだ。ちょ、このいくじなし。あれ、カジノ君どうかしちゃったのかな。絶対なんか腹黒いこと言ったんだろうな。成田のキラキラスマイルを見て私は察した。そしてその後テストは無事に再開。私はこれまで勉強してきた全てを出し切り、無事にテストを終えた。結果は1週間後だけど、出来は上々。それをアルトと奏に話したら、まるで自分のことのように喜んでくれた。そしてその日の帰り道、私は成田と一緒に下校していた。二人きりって緊張するかも。まあ、いろいろとありがとう。まだテストの結果わからないでしょ。確かにね。でもちゃんとお礼言いたくて。成田のおかげで勉強の楽しさに気づけたからさ。これからも勉強くらい教えてあげるよ。やっぱり優しいね。最初は自分の評価のためだって言ってたくせに。僕だって最初はそのつもりだったけど、毎日春と会うたびに一生懸命努力する姿に惹かれて、その好きになって。え、なんで最後の方聞き取れなかったんだけど。頭と同じで耳の中も空っぽなのか。何その言い方、全然撤退。やっぱりあんたは悪魔。それを言うなら全言撤回だろ。国語の勉強が足りないんじゃないのか。なんだと。また喧嘩してら。でも成田くんも春ちゃんもすっごく楽しそう。案外いいカップルになったりしてな、あいつら。そして一週間後、テストの結果はなんと全て60点以上で赤点なし。私は無事に成田たちと一緒に進級することができた。そのお祝いに私たちは一日一緒に出かけることになって、その後成田から付き合ってほしいと言われるのはまた別のお話。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。いや、成田くんの裏表のある感じ、ちょっと怖い感じ、桜庭は結構好みでした。皆さんはいかがだったでしょうか。よろしければコメント欄でいろいろご感想を聞かせいただけますと幸いです。お願いいたします。ということでありがとうございました。最後にほんの少しだけソプラノ漫画からお願いがあります。ソプラノ漫画はいつも視聴していただいている皆さんのおかげで成り立っています。制作チームもファンの皆様に楽しんでいただきたいと心から願っております。ファンの方があの時から私は見ていたって言えるように、ソプラノ漫画は進化していきますので、高評価ボタンやチャンネル登録していただけますと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。